皆さんこんこにちはは佐佐藤藤大輔ですすのラジオ第回よろししくお願いします、はいま今回は、えー、とグランパスの選手の来季の契約に関して4名動きがあったので4名の選手について触れたいと思いますまず1人目青木亮太選手の契約更新が発表されました青木選手は2019シーズンは 怪我の影響で公式戦への出場はありませんでした。青木選手は2020シーズンで7年目、グランパスの在籍7年目のシーズンを迎えます。えっと杉森選手と同期になるんですかね。ただ、杉森選手はあのレンタル移籍していた時期もあると思うので、まあグランパスへの在籍でいうと、青木選手が一番の古株と言える選手。 です。かなり若いんですけれどもね、あもう青木選手があのグランパスで一番ベテランというような選手になります。で、青木選手で言えば、まず怪我ですね、怪我を万全に治してほしいかなと思います。昨シーズン終盤もかなりあの怪我の状況は良くなっていて、練習メニューもそれなりにこなしていたようなので、あのかなり。 状態はは上がってきてきいいるのかなとううふうには思いますで青木選手といえば J2 時代の2017シーズンの活躍が印象的ですね。えっと、このシーズン、リーグ戦で11ゴールを挙げて J1 昇格に大いに貢献してくれました。J1 復帰後の2018シーズンにもリーグ戦18試合に出場したんですけれども。 J1 でのゴールは奪えていないという状況ですね。で、青木選手、やっぱり期待感大きい選手ですよね。あのー、私もかなり期待をしていて、な,なんというか、ひょうひょうとした感じで、するすると抜けていってしまうドリブルっていうのはかなり特徴的で、ただそれ以外にも、シュートだったりパスっていう能力も非常に高い選手かなというふうに思っています。で 青木選手ポジションとしてはサイドハーフの選手、まあ、左右どちらというよりは、まあ、右あ利きの選手なんですけれども今、ね、右利きの選手を左に置いたりということもあると思うので、まあ、どちらのハサイドということはないようには思えるんですけれどもそれにしてもグランパスサイドハーフの選手というのが選手層が非常に厚くなっていて今日これから話す選手 あのとの兼ね合いというかあの、新加入の選手だったりも含めると、かなりサイドハーフ、選手層、まあ、攻撃的ミッドフィールダーですね、フォワードも含めてですけれども、かなり選手層が厚くなっていて、レギュラーをつかむのは容易ではないと思います。なんですけれども、やっぱり青木選手、もう一度グランパスのユニフォームを着て活躍している姿を 見たいですねそれにそれだけの能力があると思っているのででやっぱり青木選手グランパスでの活躍を見たいあんまり言うとなんか意味深ですけれどねあのかなり勝負のシーズンになるのかなと怪我が治るともうなんて言うんですかねあのエクスキューズみたいなものはなくなると思うので今シーズン青木選手勝負のシーズンになると 思うのでぜひ活躍してほしいなというふうに思いますで続いてはジョアンシミチ選手契約更新ということですねまあシミチ選手契約更新してくれて一安心ですシミチ選手に抜けられるとちょっとボランチのポジションは本当にグランパスセンスを必ずしも熱くないので特にシミチ選手は軸となって活躍してもらわなければ困る選手だと思うので一安心という感じですね で清水選手2019シーズン開幕直前2月に加入してリーグ戦32試合に出場しました。で清水選手は米本選手とともに2019シーズンのグランパスの中盤を支えてくれた選手だと思います。 で特にシーズン序盤の活躍っていうのは圧巻だったと思います。どんな選手なんだろうと思いながら見てましたけれども、とにかく開幕の時が一番衝撃的でだったですかね、とにかく縦パスをどんどん入れて、あのー、でロングキックの精度もいいということで、グランパスの攻撃をけん引してくれました。で 守備意識だったり、運動量っていうのもあの低くなくて、かなりあの守備にも奔走してくれたかなと思います。まあ、その守備自体はその能力自体にはあのすごく高いということはないとは思うんです。けれども、決して中盤でサボることもなくてね。あのよく走って相手を追いかけてくれたりっていうことをしているシーンが目につきました。 まあ、なんて言うんですかね、あの清水選手からするとなん、まあ、得意なプレーではないのにもかかわらずでかつ、やっぱりあのカウンターを受けるシーンがすごく多かったのでその時に清水選手が一生懸命追いかけてくれてるシーンっていうのを、まあ、よく目にしましたあんまり見たいシーンではなかったんですけれどもやっぱりただ、それでもやっぱ守備意識の高さっていうのはあの見せてくれたかなという,ふうに思います。 で清水選手、シーズンが進んでくるにつれてあの、基本的に清水選手、左足でボールを蹴る。なので、左足にボールを持ち替えたり。で、グランパスの攻撃の多くが清水選手を経由しているということもあって、清水選手のマークがかなり厳しくなって、シーズン序盤ほどの活躍はできなくなっていったっていうところもあったかもしれないです。で、それと清水選手、2019シーズンを語る上で、 第17節の神戸戦というのは外せないと思っていて、神戸戦、清水選手、センターバックを務めることになって、で、ビジャ選手にやられてしまったりとかなり難しいタスクを要求されたシーズン、まあ、特にあの試合でいうと、普段あの全くやっていないポジション。で先ほども言った通り、 もう当然、清水選手自体の守備意識は高いんですけれども、必ずしも対人守備がすごい得意とかそういうわけではないので、それでセンターバックを務めて、あの、まあ旗から見ている分には、ストレス、結構感じているのかなっていうような、いう難しいタスクも要求されていたかなというふうに思います。で シミツ選手なんですけれども、ポルトガルリーグから J リーグに加入して、で、J1 リーグ1シーズンフルで戦ったので、1年半ぐらいオフをなく過ごして、ずっとシーズン、あのー、過ごしてきていたと思います。なので、まずは、しっかりとここのオフで休養をして、あのー、 疲れ,て疲れを取ってあの体をケアしてまた2020シーズンリフレッシュして迎えてほしいなというふうに思います。でやっぱり清水選手攻撃的な選手センスっていうのはかなり高いと思うのでその攻撃的なセンスを生かさないではないと思うので2020シーズンチームとしてね清水選手のパスセンスっていうものが 生きる形をもう少ししし模索してほしいなと清水選手に、まあ、マーク集中した時にどうするのかあの周りでサポートしてとかいろいろあると思うので清水選手があれだけ相手にあの注意をされるということは他が空いてくると思うのでそういうところでうまく相手の隙を突きながら攻撃をしていってほしいなというふうに思います。でまあ、あと清水選手 今シーズン、2020シーズンは2得点だったんですけれども、ミドルシュートだったり、ヘディングの強さっていうこともあって、得点力もある選手なんじゃないのかなと思っています。まあ、ただ、ボランチでの出場なのでね、あんまりあの、まあ、2得点でもあの十分というか、まあ、得点奪ってくれたなっていう感じなんですけれども、やっぱりもう少し、例えばヘディング、あのコーナーキックからのヘディングとか、ミドルシュートとかで得点が増えてくると、あの グランパスも順位が上がっていくかなというふうに思っているので、清水選手、2020シーズン、ますますの活躍を期待したいなというふうに思います。続いては、マテウス選手が期限付き移籍から復帰、横浜 F ・マリノスから復帰というのが発表されました。マテウス選手、2019年の8月12日に横浜 F ・マリノスへ期限付き移籍をしていました。 でマテウス選手は2019シーズンに大宮アルディージャから加入をしましたただグランパスではあまり出場機会を得られていませんでした、まあ、かなり期待値を持って期待感を持って加入してきたんですけれどもなかなかグランパスのサッカーにフィットしていないというようなあのコメントも聞かれてなかなか出場機会は得られていませんでしたただ それにもかかわらずグランパスで3得点を挙げていてしかもその3得点ともペナルティーエリア外からのゴールでかなり、あのー、なかなか普通の選手が決めれるようなゴールじゃないどれもすごいシュートだったので3得点いずれも印象的なゴールだったかなと思っていますでこういうミドルシュートロングシュートを打てるというのは 当時のグランパスにあってかななり異質な選手でしたやっぱりグランパスあの当時ショートパスをつなぎながらゴール前に迫っていくというサッカーをしている中でマティス選手が突然もう脈略とは関係なくミドルシュートを打つっていうことからすると相手,選手相手チームにとってはかなり脅威だったと思います。 で、2019シーズンを振り返っていてもそのチームの流れとは無関係に相手ゴールを脅かすことができたマテウス選手っていうのは本来はグランパスの大きな武器になるべき選手だったと思うんですけれどもそのマテウス選手をチームとして活かせなかったっていうのが非常に残念に思えました。で、まあ マテウス選手がグランパスで出場機会を得れていなかったっていうのは確かにまあそれなりの理由もあったとは思います、まあ、他の選手とのコンビネーションだったり球離れがやや遅いかなっていうところがあったり守備の意識ポジショニングだったり改善すべき点はまあ確かにあったなとは思うんですけれどもそれでもやっぱり何て言うんですかね 同じような選手が並んでるとまでは言わないですけれども同じようなリズムでサッカーがされてる中で1個強力なアクセントというかねあの飛び道具を持ったマテイス選手っていうのは1人いるだけでかなりもう1人で局面変えれちゃうような選手だったのでそのマテイス選手の特徴をうまくチームにはめ込むことができなかったっていうことがちょっと残念かなというふうに思います。 で、マテウス選手の移籍に関して言うと、まあ、当然そのグランパスでいまいち出場機会を得れてなかったっていうことはあったかもしれないんですけれども徐々に出場機会を得れている中でそれでも移籍になってしまったっていうのはその能力以外の問題点としてやっぱり外国籍枠、外国籍選手の枠の問題っていうのもあったと思いますで、当時、えー、とグランパスマテウス選手以外に えーとラン・ゲラック選手、シミッツ選手、ネット選手、シャビエル選手、ジョー選手と5人の外国籍選手がいて、でレギュレーション上あの、登録ベンチに、ベンチ入りできるのは外国籍選手5人までだったので、どうしても、えー、とマテウス選手がベンチ外になることが増えていた。 そのネット選手が怪我から復帰してくると今挙げた5人の選手があのスタメンだったりベンチ入りすることが多かったのでそうするとマテウス選手がベンチにも入れないという状況が、えー、っと生じ出したそうなってくるとやっぱりその能力以外の部分でベンチ外になるっていうことは選手にとっては非常にストレスだと思うので少なくともマテウス選手能力的に言うと ベンチ入りはしてしかるべきだったように思えます。あれだけのシュートを持ってると、例えば負けてるときとか、まあ、後半途中から出てくるっていうことになると、相手にはかなり脅威を与えれたはずで、その。 スタメンで難しいっていうのはその守備の部分だったりっていうのであったのかもしれないですけれども少なくとも能力的にベンチ外になるほどの選手ではなかったと思うのでにもかかわらずベンチ外になってしまうっていうところがやっぱりうーんなかなかマテウス選手としても消化できなかったのかな他のチームであの声がかかれば当然、ね、出場機会を求めてっていうことになってしまったのかなというふうに思います。で 2020シーズンを考えると、まあ、現状、ランゲラク選手と清水選手が契約更新をして、で、えー、とマテウス選手が戻ってきたと。そうすると、ネット選手、シャビエル選手、ジョー選手の契約がまだ発表されていないんですけれども、もし仮に、あのー、昨年同様、えーとー、5名以上の外国籍選手を保有するとなるのであれば、その選手の マネジメントっていうのが本当に重要になると思います。特にやっぱり外国籍選手っていうのは、あのスケットという、 意識を持ってきているでしょうから、それがベンチ外っていうことになるのはなかなか受け入れ難いっていうことはあると思うのでその辺りのマネジメントっていうのをチームがどう考えているのかどのようにやっていくのかで仮に6名以上の選手を保有するとなるのであればちゃんとそこに賞賛というかねしっかりマネジメントできるというその。 考えというか、高三が立った上でのことだと思うので、そのあたりあのしっかりと選手と話をしたり、あの選手のモチベーションが低下しないようにやってほしいなというふうに思います。なのまあそこはあとはもうチームの問題なので、単純にマテウス選手やっぱりあのマリノスでの活躍もあったと思いますし、能力は申し分ないと思うので、来シーズングランパスでねしっかり活躍してほしいなというふうに思います。 はい、最後に相馬勇気選手鹿島アントラーズからの復帰が発表されました相馬選手2019年の8月7日に鹿島アントラーズへ期限付き移籍していたんですけれども期間満了に伴って復帰が発表されましたで相馬選手2019シーズンにグランパスに加入、まあ、2018シーズンの途中から早稲田大学在学中に特別指定という形で チームか参加はしていたんですけれど正式加入したのは2019シーズンからですで、その年の半年後に期限付き移籍をするというかなり衝撃的な移籍をしましたまあ、ただ復帰することが決まったので相馬選手の移籍に関してはこれまで私の動画の中で何度か 言いましたけれども、もう復帰が決まった以上、これ以上、何も言わないので、であのー、相馬選手、グランパスでの活躍を期待したいですし、しっかり応援したいなというふうに思います。で、相馬選手、2019シーズン、グランパスでレギュラーポジションをつかむには至っていませんでした。スタメンでの出場も あったはあったんですけれども基本的にはベンチからのスタートだったりあの90分フル出場っていうことはほぼないっていう状況だったと思います。で相馬選手はやっぱりド,ドリブルだったりねクロスシュートなど攻撃的な能力っていうのは申し分ないとは思うんですけれどもその守備の能力だったりポジショニングあとはまあ他の選手との何て言うんですかねコンビネーションというんですかねあのというところだったりで あのー、当時の、あのー、状況、グランパスではスタメンを奪えていなかったのかなというふうに思います。で、まあ、そう考えると相馬選手、まだまだ成長する余地は大いにあると思うので、これからグランパスでしっかりと、あのー、成長をして、あのー、武器のある選手なのでね、縦に速いっていうのは非常に武器。 あの誰でも真似できるものではないと思うのでその武器が生きるように何て言うんですかねその他の部分も一定の水準でできるようになってほしいなというふうに思います。でこれで今日マテフス選手相馬選手の復帰が発表されてでまあフロンターレから阿部選手の加入も決定しているということで泉選手が 移籍してしまったっていうところはあるんですけれどもグランパスの攻撃的なミッドフィルダー、まあ、あるいはフォワードっていうポジションがもうある種過剰と言っていいほどの人員になっているような気がします。でこれだけの人数がいると、まあ、どうやって管理するのかっていうのは非常にその先ほどの外国籍選手の話でもあったんですけれども。 本人としては能力があるのにベンチ外になってしまうっていうところでなかなか難しい状況が来るかもしれない。で、まあ、あのー、これだけミッド、攻撃的なミッドフィルダーの選手がいるとなるとひょっとしたら例えばもうセンターフォワードのタイプを置かないフォーメーションっていうのもオプションとしては十分に考えられるのかなと。 これだけ選手がいるのであればそれを生かさない手はないと思いますし逆にそれを生か,さない生かせないとやっぱりあの選手のモチベーションだったりあのコンディションだったり何て言うんですかねその 1, 人や1人2人やっぱりモチベーション下がった選手がいるとそれはチーム全体にあの悪影響を及ぼしてしまうと思うのでこの辺やっぱり選手層っていうのは厚ければ厚い方がいいっていうような単純なものではなくて あのまあ、薄いのも問題なんですけれど、厚すぎるのも問題ということで、なんというか、適正な選手層っていうのはあるはずで、まあ、あの競争もなければいけないですけれども、それは適正な競争でなければならないというところで、少し素人目に見ると、人数多いのかなっていう心配になるぐらいの選手層になっています。まあ、ひょっととしたらそのコンバートとか 他のポジションでっていうこともありうるのかもしれないですけれども、このあたり、どうやってあの来季の編成を考えて、選手を獲得したのか、当然、監督の意図もあるとは思うんですけれども、来シーズンの監督だけではないですけれども、チームの,その選手起用のマネジメント、チーム全体のマネジメント能力っていうのが非常に問われるのかなというふうに思います。はい 今回は、えっ、ー、と、青木亮太選手、ジョアン・シミス選手、契約更新と、あと、マテウス選手、相馬祐紀選手が、それぞれ、期限付き遺跡からの復帰というのが発表された、ということについて話をしてきました。そんなところで、佐藤のラジオ第159回、今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、失礼いたします。